ようこそ手塚治虫全巻チャンネルの何がしでございます。今回はですね、手塚治虫ブラック短編として女性は怖いをテーマにした異色作をご紹介したいと思います。これまでもですね、手塚先生のブラックでアダルトな作品をご紹介してきましたが、今回は藤子 F 不二雄先生の作品も合わせてご紹介したいと思います。どちらもですね、国民的漫画家であり、大人が子供に勧める漫画家の日本代表のようなね、巨匠2人でございますが、そのお二人のブラックすぎる短編を堪能していただきたいと思っております。初めての方にはね、ちょっと意外かもしれませんが、お二人とも今回ご紹介する作品以外にもね、たくさんのブラック短編を書いておられますしね、そのどれもがもう気持ちいいぐらい尖ってるんですね。手塚先生のブラック作品についてはこのチャンネルでは何度も紹介しておりますが、藤子 F 不二雄先生も負けず劣らずめちゃくちゃブラック作品を書いているんでね、その中で今回は女性は怖いというテーマに絞ってチョイスしてみました。鉄腕アトムとドラえもんというよい子ちゃんの漫画家がこんな漫画描いているわけないだろうという側面もぜひ今回は楽しんでいただけたらと思っております。このチャンネルでは手塚治虫の関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録お願いします。それではブラック短編いってみましょう。はい、それではまず手塚先生の短編からご紹介していきましょう。ご紹介する作品はこちらです。アポロはなぜ酔っ払ったかですね。こちらのあらすじはですね、46歳サラリーマン男性が水商売に夢中になりまして、ある時夜のお店で魂を奪われるぐらい魅力的な女性に出会うんですね。奥さんを亡くし5人の息子を抱える彼はですね、一生見られぬかもしれないその美貌に惚れ込み、もう7日7晩彼女の面影が離れないんですね。もうどうにも我慢できなくなって、猛アタックの末なんと結婚することになるんです。しかしですね、結婚した途端に化粧の下にはもうとんでもない不細工で、もうどうしようもない、グズな女性だったということがわかるんですね。そして離婚することを決意すると、彼女のお腹には彼の子供がいまして、もうとんでもない手切れ金を要求され、離婚しますとあろうことか息子がですね、彼女に惚れまして、別れた妻と息子が結婚することになるんですね。そしてその父はですね、あの女だけは絶対にやめとけと、男として忠告するんだとアドバイスするも、親の反対を押し切って息子は、元嫁と結婚しちゃうんですね。そして数日後には、親父の言う通りだわ、別れるわつって、長男はですね、離婚を決意します。案の定ですね、別れ際にも莫大な手切れ金を要求されまして、離婚した後なんとなんとですね、その後は次男と結婚するんですね。当然父と長男は絶対にやめとけと、忠告するんですけれども、それは親父と兄さんの妬みだと言って、次男は聞く耳を持ってくれません。この後はですね、もちろん、ブルータスお前もかというような展開になるんですけれども、このようにですね、次々と一家を破滅に導くもう性悪女、さあこの後は一体どんな結末を迎えるのかというのが本編のあらすじとなっております。男のアホさ加減とですね、女性のしたたかさとでも言いましょうか、なかなかにシュールな作品です。美しい花にはトゲがあると言わんばかりの女性の内に秘めた恐ろしさを、皮肉った非常にブラックな作品となっております。はい、そして続く藤子 F 不二雄先生の短編を見ていきましょう。ご紹介する作品はこちらです。女には売るものがあるんですね。名前からして何やら怪しげな雰囲気を醸し出しておりますが、早速あらすじを見ていきましょう。こちらはですね、ある日の冴えないサラリーマン男性、帰宅途中に綺麗なお姉さんに呼び止められまして、何やらこそこそ話をした後にそのままホテルへ行くことになるんですね。そして一緒にお風呂に入り、久しぶりのいい気分に男は大満足です。そこへお風呂上がりの女性がベッドに入ろうとすると、男はバカ者、誰が金を払ってまでこんなことをするかと激怒するんですね。そしてその後は新聞持ってこいとかね、お茶持ってこい、うちわで仰げなどね、もう昭和の亭主関白丸出しの、男性上位主義の横暴な振る舞いをするんですね。そして女は男に従属奉仕するものだぞと言い放った次の瞬間に、チーンと時間を告げる音がするんですね。すると女性の態度が一変しまして、時間よ
金払っておじさん消えなと凄まじい捨て台詞を放ちます。どうやらこれはですね、そういうシチュエーションプレイを楽しむサービスだったようなんですね。あと10分せめてあと5分と男は延長申し出るんですけれども、その後、扉が急に開いてですね、警官が入ってきます。さあこの衝撃のクライマックスを迎えるわけなんですけれども、一体どんな展開が待っているのでしょうかというのが本編のあらすじになっております。さあいかがでございましょうか。巨匠お二人のですね、ブラックな女性をテーマにした短編、ここからはですねネタバレいたしますので、続きを知りたくない方はぜひ概要欄の Amazon リンクをポチって本編をお楽しみください。それではここからネタバレに入ります。さあまずはですね、手塚先生の方はですね、本作のナレーションでこの親父の先生にあたる人物だと思うんですけれども、奈良森先生という著名な学者さんのアドバイスが要所要所に挟まれているんですね。女に惚れた時はこうした方がいいよとか、離婚はよくある失敗だから仕方ありませんねとかね、そういうコメントが入っております。そして最後に、親父と息子とともどもあの女にもうズタボロにされた一家が残されまして、親父がなぜ先生は一言もお答えいただけないのですかと思っていますと、なんと本物の奈良森先生がその一家の前に姿を現すんですね。するとあの奈良森先生もですね、あの女にズタボロにされていたというのが最後のオチなんですね。まあ、なんと皮肉たっぷりのブラックユーモア作になっているんですけれども、どんな優秀な学者さんであってもですね、魅力的な女性の前にはもう男はふぬけになると、男なんて所詮アホな生き物で女の手のひらで転がされているに過ぎないというような、ストーリーですね、風になっております。続くですね、藤子 F 先生のオチなんですけれども、こちらは警官が入ってきまして、その後男は警官に捕まるんですね。で女警官にこっぴどく怒られるんですよ。家内には内緒でとお願いする男にですね、警官は家内は差別語です、主人とおっしゃいって言ってめちゃくちゃ怒るんですね。サービスを提供していた女性も捕まりまして、お前なんか全女性の敵なんだよともうバリ雑言を浴びせられるんですね。これなんか聞いてるとね、親っていう感じなんですけれども、そうなんです、この時代はですね女性上位の時代を描いてるんですね。女性が男よりも社会的地位が高い時代という設定なんです。そんな地位の高い女性がですね、低俗な男なんかに快楽をサービスするなんて言語道断だと、女性上位の地位を勝ち取るまでの女性の苦闘の歴史というのを踏みにじったとして逮捕されていくというオチなんですね。もうすんごいですよねこれね。女性が男性よりも上位であるという権利を売ったということが違法とされ逮捕されるというシュールなオチになっております。まあこちらはですね、シンプルに言うと逆売春という感じですかね。女性はお金を受け取って、男性とちょめちょめしちゃダメよという風刺なんですね。これね、どちらの作品もですね、女性が上位であるという設定がミソなんですね。これらの2作品をですね、より楽しむために掲載された年代の社会情勢を見てみますと、よりこの作品が異質であったということがわかると思います。手塚先生の作品はですね、1969年です。そして藤子先生の方は1976年なんですね。当時の社会情勢はと言いますと、夫婦の役割分担として夫は外で働き、妻は家庭を守るという考え方が約8割を占めていた時代です。男性と女性の立ち位置、役割分担というのがね、はっきりと分かれていた時代なんですね。それはですね、女性差別とかそういうことではなく、社会のシステムがそれで機能していた時代なんですね。でこの後ですね、1985年に男女雇用金機械均等法の制定を得て、女性の社会進出、そして女性の社会的地位が一般的になっていくわけなんですけれども、
この2作品はその前の時代に書かれていた作品なんですね。そのような時代背景を鑑みて見てみると、明らかにこの作品が異質であるということがわかると思います。時代を先取りしているというよりもですね、当時の社会情勢を皮肉っているという解釈の方が正しいかなと思います。昔の作品を見てみますとですね、基本的に手塚作品はですね、男は女性をぶん殴ってる描写ありますからね。もうめちゃめちゃぶん殴ってます。もう容赦なく引っ叩いてますからね。最近映画化されましたあのバルボラでもね、もうぶん殴ってるシーンで出てきますからね。今ではもう完全にアウトですけれども、当時はそれが当たり前とは言いませんが、そういう時代背景にあったということですね。そのような時代だからこそこういう設定が、面白く生きてくるわけですね。そして何より鉄腕アトム、ドラえもんといった国民的漫画を描いている巨匠お二人がこのようなブラックな風刺を聞かせた漫画を描いているというのがまた面白いんですよね。本当ね、手塚先生も藤子 F 先生もですね、もうまだまだブラックな作品がもううなるようにあるんですよ。もう今読んだらね、相当やばいものもありますし、本当に面白いです。できればね、またご紹介しようと思っております。最後にこの2作品のタイトルについて見ていきます。手塚先生のアポロはなぜ酔っ払ったのかというタイトルはですね、作中でちょうどその時アポロ12号が月面着陸しまして、何もすることがなくバカバカしくなって乗組員が酒を飲んで酔っ払っているという映像がありまして、それを見てですね、もう自分たちもバカらしくなってもう一緒に酔っ払ってやるという意味が込められているんですね。そして月に何もないことが分かっているのに人類は月を目指すと、つまり得るものが何もないと分かっていても月へ飛び続ける人類と、無用の長物と分かっていても男はいつも女を追いかけ続けているというところがですね、かかっているんですね。そういう皮肉が、タイトルとこう絡み合っているということですね。一方藤子 F 先生の方はですね、女には売るものがあるというタイトルは、売るものは決して体やサービスではなくですね、手に入れた権利を売っているという最高にひねりの効いたタイトルになっているんですね。どちらも一見すると意味不明のタイトルですけれども、オチまで読むと、ああなるほどねというシュールなネーミングになっております。どちらもですね、短い短編ながらやはり漫画としての完成度は非常に高い作品になっております。社会風刺のね、お手本といえる短編になっております。今回ご紹介した作品はですね、手塚先生のアポロはなぜ酔っ払ったかは、講談社漫画全集では雑巾と宝石という作品に入っております。こちらは Kindle 版もありますので、概要欄にリンク貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。そして手塚さんの文庫全集の風助にも収録されております。こちらはですね、以前にもご紹介しましたド変態短編がたっぷりと収録されております。女性のね、性欲が暴走した短編など強烈な大人の短編集になっておりますので、ぜひご覧になってみてください。おすすめです。そして藤子 F 先生の女には売るものがあるはですね、藤子 F 不二雄異色短編集のパラレル同窓会、こちらに収録されております。この藤子 F 先生のですね、異色短編集のブラック作品がもうてんこ盛りでね、最高に面白いんで、もうぜひご覧になってみてほしいと思います。藤子先生のですね、短編というとやっぱり A 先生の方がね、ブラックの意味が強いんですけれども、この F 先生はもうブラックはね、もうなかなかに強烈なんでね、もうぜひ読んでみてほしいと思います。というわけで今回は手塚治虫先生と藤子 F 不二雄先生の異色短編のご紹介でございました。このチャンネルでは手塚治虫関連情報を偏って配信しております。あなたの人生を変える一冊に出会えるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録お願いします。動画作成の励みになりますので、ぜひいいねコメントお待ちしております。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。